未確認生物見つけるまで帰れません第9弾です。ホワイトツリーパイソン、はい、うわっ、痛い、頼む返して、ホエミ返して、うわちょっと待って、ちょっと、これ、来た、いや大丈夫、聞こえてるか俺の声、俺の声聞こえてるか。どうも、花子です。今日はね、ということでですね、やってまいりました。今回の企画なんですけども、未確認生物見つけるまで帰れません。第9弾です。非常に寒いです。寒い。ということで、早速今回捕まえていく未確認生物、ホワイトツリーパイソン、こちら捕まえていきたいと思います。ちょっとこの辺に出しときます。ドカン。ホワイトツリーパイソン、体長最大2メートル、食べ物小型の哺乳類、生息地標高が高い山、毒あり、危険度星5、星5つ中星5つ、マックスです。これちなみに今までの未確認生物シリーズで初めてです。性格は凶暴で寒い地域にのみ生息している。紅白の模様が特徴で、その姿を見ると縁起がいいとされているが、決して近づいてはいけない。牙から注入される毒には発汗作用があり、体は燃えるように熱くなる。過去にはその暑さに耐えられず、氷点下の中服を全て脱いでしまって急激に体温が下がり死に至ったケースもあるので、決して噛まれても服を脱いではいけない。ということで、未確認生物シリーズ初の危険度マックスの未確認生物、ホワイトツリーパイソンなんですけど、寒い地域にのみ生息しているということで、はい、ちょっと見てください、周り雪だらけ。本当だ、めちゃくちゃ寒いです。寒い。でこの中で噛まれることによって服を脱いじゃったら、もう低体温症になって、うん、そのまま凍死しちゃうわけですよ。どんだけ暑くなっても服を脱いじゃいけないです、皆さん、もし噛まれた場合。それでは早速探していきたいと思います。行きましょう。さあ行くぞ。さあ早速探していきましょう。はい、マジで寒いな。寒い、手が冷たくなる。まあちょっとこの寒さの中ずっと外にいるのも危険なんで、うん、まあ2時間以内に見つけたいね。そうだね、それ以上は危険だわ。ホワイトツリーパイソン、名前の通り、うん、ホワイト、はい、何、白、そう、ツリー、はい、何、木、お、正解。パイソン、ヘビ、そう、白くて木にいるヘビ、はいはいはい、普通ヘビって結構地面にいるのが多いんですけど、ツリーパイソンということで基本的に樹上性で木の上で生活してます、うん、で木の上のリスだったり、まあたまに地上に降りてきてネズミ食べたり、鳥のヒナとかを食べて生活してるわけですね。だからこういう見るべきところは木だよね。木か、今回は木なんだ。いや、そういうね、穴に入ってる可能性もある。こういう枝がない木、うん、でもう全然登っていきます。ガチかい、うん、日本にいる青大将なんかも半樹上性で、うん、木登りは得意なんで。もっと待てよ。何を、これ足跡だよな、うん、ほら続いてるもん。何の足跡？うわー、ちょっと待てよ、これは小動物にしてはでかすぎるか。でかいな。さすがにキツネ、キツネ、タヌキ、ジャッカル、ジャッカル、ジャッカルも結構この辺出てて、うん、まあ寒い地域を好む同じ種類。はいはいはい。ヤックルとかね。ヤックル、うん、ヤックルとかもこの辺結構いる可能性ありますね。あ、まあ、こんな木なら怪しいんじゃないかい。こういう木はね、でも登れるとはいえやっぱり枝があった方が登りやすいから、うん、結構好むぞ。なんか上の方に黒い塊ないか、あれ違うか、 あるよ、あれ違うのかい。でも白だからな。そっか、あ、待って、あれ何よ。鳥の巣だ、あれ、あそこわかる、ちょっと貸せ。ここに今あんのは、これは鳥の巣じゃないんですよ。ただあれ、これ間違いなく小鳥の巣、カラスではない、でかさ的に、うん、周りのこういうカモフラージュがある中で
鳥の巣を作ってる。ということは、ということはあそこに小鳥やってくる。そしてヒナも生まれる。卵もある。うん、それを狙ってホワイトツリーパイソンが近くにいる可能性高い。あーマジかい、早速見つけたよ。ちょっと入っていこうか。入っていこうかってちゃんと確認して入れよ。えいえい、大丈夫だ、来い。頼もしいな。なんだか、あーあれも怪しいな。おい、うわ、あの辺怪しいな本当に。うん、怪しいということは可能性高いから。高いから、ちょっと見てみるかい。ちょっとでも本当に気をつけろよ。今までの撮影で一番ピリついてんじゃないか。いや、それはある。なんか撮影現場、いや、したって今までお前はさ、あの、うん、噛まれてるべ、いっぱい。いや、噛まれてきた。なんとか危機一発。今までお前だけど、今回に限って俺とかありそうだからな。いや、怖いな。お前にも被害が及ぶ可能性ある。うん、なんかそれがお前も自分で分かってんのか、お前からもいい緊張感が伝わるもん今日。いや、そんなまじまじと話されてもさ。いや、分かる分かる、俺は分かるぞ。本当かい。うん、いるぞこれ。ちょっと距離を取って見てみようかい。うわっ、痛い。いやいやいや、何やってんのってお前。いや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 、やばい、刺さってる。え、何狙ってこれ。いや痛い痛い、俺の目刺さった。いってやばいってお前。ここお前マジやばくないそれ。待って、抜けない。いって、いや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 、うわ、痛い。ダメだダメだ、ちょっと一回離れよ。これ以上危ないって。ダメだ。大丈夫かお前、本当に。開始早々だよ。お花みたいなもんだぞお前あれ。ちょっと血にじんできちゃったな。本当かい。くそ、この辺酸素薄いな、ちょっと。うん、呼吸が荒い、息が上がってきてる。高山病になってないかお前。大丈夫。俺はちょっと白目黄色くなってない？高山病で白目黄色くなってない？なってるなってる。なってる。なってるか。くそ。いや、お前、黄ばんでるだけだ、お前。じゃあ、よかった。しかし、まあ、やっぱりいないですな。そう簡単には見つかんねえよ。この寒さの中じゃ、いつ俺らの限界が来るかもわかんないから。うん。秘密兵器出します。はい。え？ラムネ？笛ラムネ？笛ラムネ。なんでよ。何の変哲もない、ただのお菓子。これでどうやってホワイトツリーパイソンを呼び出すんだ。そう思うかもしれません。はい。あることわざを思い出してください。一度は聞いたことあると思います。夜に口笛を吹くと蛇が来る。その通り。一説によると、これもう都市伝説じゃなく諸説あるんですよ。そうなんだ。インドの蛇使いは笛を使って蛇を操るんですよ。うん。ってことは、何かしらやっぱり笛の音に蛇は反応する本能というか、何かしら持ってる。うん。ということになります。それで、笛ラムネね。ということで、この笛ラムネを使って、今から、ホワイトツリーパイソンを呼び出したいと思います。はい。しっかりなる。来るぞ、来る。お前じゃない？違う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 。ここか？ハチ？今言ってたよね、ガサガサ入ったかな、うん、音。ちょっと微妙なとこだけど。待って。あ、これか？この音じゃない？まさにそう。ってことはこの木だ。これを伝って渡ってたんじゃないか？枝が揺れてたってことだ。静かになったの。もう鳴らすか。うん、あ、待って。よっしゃ？飲み込んだ？壊れちゃった。いや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 、舐めすぎなんだってお前。いや、でも大丈夫、まだあるから。うん。ちょっと急いで取りに行こうか。行こう。行こう。はい。
よし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 、来ないの置いたよな。あるある。オッケー、行くぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。何よ。え、履いてる。え、え、お前全部持ってた。いやいやいや、俺この一個だけだぞ。なんか動物に奪われた？いやでも待って、動物だったらさ、噛むじゃん。こう人間の手で開けられてるな。ちょっとこれがないとでも、きついべ。いやきつい、だってまだやったばっ、これ試してるばっかりだぞ。しかも今せっかくいそうだったから、うん、ちょっと待って、これが人間だとしたらまだ2つあるから、1つ食べてないっていう可能性あるでしょ。いやあるよ。ちょっと急いでこの辺探してくるわ。お前もちょっと探してみてくれ。俺こっち行くから、お前ちょっと探して手分けして、うん、人がいたらフエラムネ食べたか聞いて、うん、まだ持ってたらチャンスはある。了解。ちょっと行ってみよう。見つけたら教えてくれ。オッケー、また後で。急げよ。全くいないぞ人なんて。あいつそしてどこへまで探しに行ってんだよ。鳥か？なんだべ。え？え？なんかこの木の後ろで、絶対鳥じゃないってこれ。こんなリズムよく。え？待って、ポエミンじゃないこれ。ポエミン何やってんの。面白いものを拾いました。拾ったんだそれ。え、ちょっと待って、ポエミン一回見せてそれ。ポエミ、待って、これ俺らのフエラムネじゃないか。ちょっと一回見せてくれるそれ。いや奪わない奪わない、一回見せてって。いや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 、これ俺らのフエラムネだって。ポエミ、それどこで拾った。それ袋に入ってなかったかい。最初入ってない。本当かい。自分で持ってました。自分で持ってた。でもさっき拾ったって言ったよね。どういうことだいそれ。嘘ついてないかい。自分で持ってました。持ってたんだ。ちゃん、いやまずそれこれに遊んでるのに。いやそれ返して、俺らの中で絶対絶対俺らの中で返して。それ違います。返して、頼む返して。ホエミ返して。食べたよ、ポエミン、これ。ポエミン、なんてことしてくれんのさ。いや、食ったよ、ポエミン。ポエミン、食ったしょ。絶対それ俺なんだから。転びましたね。転んだけど。いやいや、勝手に食ってまたどっか行って本当に。なんだ次は。バイバイじゃねえって、返してくれ俺らのフェラムネ。知ったよもう。とりあえず肌をちょっと肌と合流したいと思います。もう人だ。おお前か。フェラムネ見つかったか。お前はどうよ。誰もいない。犯人を見つけた。マジか、マジか。フェラムネは、うん、どうだった。子供でも大人でも女性でもない、人間じゃない。今まで考えてみ、仕業誰だと思う。イノシシ
今までイノシシの仕業だった。あ、そうか。はい、誰よ。ポエミ。ポエミ。いやでもクエラムネが回収できれば、うん、いや俺返してっつったら口に入れて食った。もうだから終わりだ。もう新しく買ってきてももう日が暮れるだけだから別日だ。もういやマジか、それは避けられねえわ。うん、いやでも増えないときついよな。きついってもう。なんとか日暮れまでちょっと探してみるか。一応この辺すげえいそうなのにさ、うん、笛があれば絶対見つけ、いや簡単に見つけられるぞ笛があれば。ポエミのせいだもんこれ今回。ちょっと待って。ん、どうした。ちょっと待って。何、なんかいないか。どこよ。あそこなんか、ん、いっぱい鶴みたいなのあるべ正面。うん、あそこちょうど真ん中あれ奥の雪が見えてるわけじゃねえべ。雪旅あれ。いやなんかあるって、ちょっと貸せって。雪だって。なんか木に絡まってねえか、ここの。え、ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待ってよ。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、ほら、カチ。ホワイトツリーパイソンだよね。あんた高いとこにいるぞ。ほら、やっぱり樹状性だから。うん、間違いない。ちょっと行こう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 。急げ急げ急げ。まさかの展開だこれ。ちょっと待ってくれ。フエラムネを失って希望を捨ててた俺らに。いやでもさっきのフエラムネがあったから多分寄ってきたのってこと。近くに来たんだよ、さっきいなかったもん。うわうわ、ちょっと待って。見える。いや見えるよ。映る。しっかり映せ。うわでもちょっと遠いくて見づらいな。ほらここにいるんだよ。うわめっちゃトグロ巻いて木で落ち着いてんな。うわどうするあれ、どうするこれ。あれが危険度星5マックスの。やばいマジで、かっこいい。マジでかっこいい。登るしかないか。お前登ったところで手両方離してる状態でお前どうやって捕獲すんのよ。噛まれておしまいだ。下ってここにいるのに諦めるなんてあるか。やっと見つけたのに。いやそうだけどよ、なんとか降りてくんの待つとこないかい。いや多分ね、もう樹状性だから下に降りてくることはほとんどないね。なんとか片手で支えてもう片方の手でバグッといけるか。口掴んじゃえば、うん、いけるんじゃないか。お前ちょっとしっかり取っとけよ。わかった。いやちょっと待って。危ねって。噛まれんなよ。落ち着け落ち着け、お前足震えてんだって。落ち着け、怖いのは分かるが落ち着け。一回行くぞ。ああ、気をつけろよ。行った行った行け。来た行った行った行った。大丈夫かお前、なした。待って、お前噛まれたんじゃねえべな、まさか。え、やべえ、行って。待って、噛まれた。カチ、大丈夫かお前マジで。俺グッて言ったんだわ。うん、頭掴んだつもりが首掴んじゃって。何やってんだよお前本当に。そのまま首曲げてガブって噛まれた。お前どう、大丈夫か。いやでも今のところ痛いだけだな。今までに比べたら別に。後から言ってくるんだって。後からじゃ遅いぞ。どう、毒まで入んなかったか、もしかして。か、深くまで行ってないんじゃないか。結構浅かったのかもしれない。すげえ痛かったけど、毒の痛みはあるけど。ちょっと一回離れるか。いやお前もうホワイトツリーパイソンどころじゃないぞ今。待って、いやど、近くにいる可能性もあるからな。ちょっと待ってくれ。いけるか。いやお前ほんと大丈夫かってお前ほんとに。あっち、ちょっと今結構俺暴れたからかな。うん、毒の作用か、結構暴れたからか分かんないけど暑いわ。いやお前脱ぐなって。いやいやいや大丈夫大丈夫。
お前さっき自分で言ってたべや、最初の方に。いやいや、ちょっと暑すぎるわ、でもさすがに。うわぁ、暑い。何だって、まずだからやっぱお前危険だ、早く帰るぞって。もう、あ、ちょっと待って、ちょっとお前マジで危ない、大丈夫か。意識朦朧としてきてる、暑すぎて。お前よくそんな服着てられるな。いや、お前が逆に脱げるな、こんな寒い中で。やばい。いや、ダメだって、お前、お前やめとけって。なんかもう結構でも毒の、いや、ダメだって、手の噛まれた痛みはなくなってきたわ。ダメだってお前。いや、2枚とか3枚とか着てんだ、まあ暑いのもわかるけどよ。いや、まだ暑いな、ちょっと。ダメだっつってるべ、お前。よしよし、お前マジ行くぞ、一回戻るぞって。あっちよいしょ。お前もダメだって。いや、まだあっち、やばい、暑すぎて、ちょっと耐えずダメや、もう戻るぞ、一回いいから。ダメだお前、もうダメだって、やめとけ。ダメだ。いやいや、聞かねえもうお前。いや、ダメだお前、早く戻るぞ、もういけるか。いや、寒いべや、その格好たら。なんでこの格好よ、そして。いやいや、お前ほんと危ないって。寒くなってんだべや。暑いのか、それで。やばい、これ。皆さん、ほんとにこれ危険ですから。絶対見つけても、こう、真似し、捕まえようとしないで、無理に。こうなるから、ほんとに。お前、ほんと大丈夫かって。大丈夫、聞こえてるか、俺の声。俺の声聞こえてるか。ダメだお前、一回切れ、一回ダメ、我慢して来て、一回車早く戻るぞ。あっち、一回カメラ止めるからなお前。はい、今なんとか服着せて車に戻しました。戻ってきました。これ以上撮影はもうできないよ。ちょっと待ってくれ。あれ、なした、なんか他の幻覚見えてんのか。次は大丈夫か。なんで車にいるんだ俺。は、ホワイトチリーパイソンは。いや、お前噛まれたんだって。お前記憶ないの。噛まれて燃えるように、なんか体が熱くなって、そっからちょっとパニックで、あれだ、あんまり意識朦朧としてたから覚えてないんだな。うん、こういうことか。本当やばかったぞ。俺も絶対噛まれても服だけは脱いじゃいけないって思いながら捕獲したんだわ。うん、でも結果脱いじゃってたってことでしょ。そう、危な。身をもって今回危険度星5の怖さを知りました。はい、皆さんも絶対見つけても近寄らない、もしくは見つけたら離れるっていう対策を取ってください。僕はなんとか今一人じゃなかったんで助かりましたけど、もし一人とかだったら本当にそのまま、いや、危なかったぞ。低体温症になって死んじゃうってこともあるんで気をつけてください、うん、ということで今回もご視聴ありがとうございました。今までの未確認生物シリーズは下の説明欄に再生リスト貼っておきますので、そちらからご覧くださいということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあの